藤田信夫は帝国海軍の軍人。最終階級は飛行兵装長。帝国海軍の囲、e、号第25潜水艦から零式、小型水蒸気を飛ばし、史上唯一アメリカ合衆国本土に対して航空機による爆撃を実施するという後にルックアート空襲と呼ばれる爆撃を観光した軍人である。彼の任務は太平洋戦争における。 太平洋戦域のアメリカ海軍の資源を奪い去るため、焼夷弾を使用して、オレゴン州ブルッキングズ市に近い太平洋岸北西部に大規模な山火事を発生させるというものだった。この戦略は、日本の風船爆弾作戦にも採用された、大分県文後高田市出身。藤田は1932年に日本帝国海軍に入隊し、1933年に、 パイロットとなった。帝国海軍潜水艦 E25 の同系艦 E26。藤田は、新珠湾攻撃の際、E25 に乗っており、同艦は、他3隻の潜水艦と共に、オアフ島の約200キロ北のラインを警戒していた。藤田の蒸気である零式小型水上偵察機は、不調で、攻撃前に計画されていた偵察任務に参加できなかった。新自湾攻撃の後、 二2 5は、他8隻の潜水艦と共に、太平洋岸北西部に沿って、警戒行動を実施した。マーシャル諸島クエゼリン艦渉の基地に戻る直前、アメリカの船舶を攻撃している。給油を受け、修復を行うために基地に帰投したのは1942年1月11日のことであった。二2 5の次の任務は、オーストラリアのシドニー、メルボルン、ホバートの港を、 続いて、ニュージーランドのウェリントン、オークランドの港を偵察することであった。2月17日火曜日、藤田は市内にある空軍基地を偵察するために E14Y でシドニー港へ向けて飛び立った。午前7時30分、E25 へ帰還し、E14Y を分解して防水の格納庫へ収納した。次なる任務はメルボルンにおける同様のフライトだった。 富士田はバス海峡の西端にあるキング島のウィッカム岬からビクトリア州とタスマニア州の中間地点へと飛び立った。2月26日、水蒸気はポートフィリップ湾を越えメルボルンへと浸水した。富士田の次の偵察飛行は3月1日、オーストラリアのホバートで行われた。E25 は富士田が3月8日に偵察飛行を行っていた。 ウェリントンのあるニュージーランドへと向かった。3月13日はオークランドを3月17日にはフィジーを飛んだ。イ25は3月31日にクエゼリン干渉の基地へと帰還した。5月28日、藤田はアリューシャン列島への侵略に備えアラスカ州コディアックへの偵察を実施した。6月21日、イ25はオレゴン州アストリア付近にある。 アメリカ軍のフォートスティーブンス陸軍基地へ砲弾を浴びせた。E25 の攻撃の際、藤田はデッキにいた。藤田の夫と蒸気の霊式小型推定1942年4月21日、軍令部に呼び出された藤田は、その場で首脳部より単独によるオレゴン山中への空爆命令を配する。藤田の操縦の腕を買われたものだった。 藤田にはこの作戦で生還する自信がなく、出発前日の8月14日に家族に宛てた遺言書を残している。8月15日、藤田は横須賀より E25 でアメリカへと向かった。9月9日水曜日の午前6時、E25 はカリフォルニア州とオレゴン州の境界線の西側に浮上した。藤田と奥田兵装が登場する。 E14Y は2個の焼夷弾を積み飛び立った。富士田の投下した焼夷弾のうち1個はオレゴン州のエミリー山脈のホイーラーリッチに落ちている。もう片方の爆弾の落下地点は不明である。ホイーラーリッチに落ちた焼夷弾によりブルッキングズの東約15キロの地点でボヤが発生したがアメリカリン・ヤ部によってすぐに沈下され、結果として木が1本燃えただけであった。 その前夜に雨が降っていたため森林はとても湿っており、結果として爆弾の効力はほぼなかった。帰国後、当初上官からは大火災を起こしたと褒められたが、後に真実が分かった際、藤田は上官より木を一本折っただけではないかと叱責されたという。藤田の乗った飛行機はシスキュー国有林の監視台にいた二人の男性。 ハワードガードナーとボブラーソンによって発見される。他の監視役は敵機来臭を報告したものの、濃霧のためそれを確認することはできなかった。また、藤滝はブルッキングズを通過した際にも多くの人々に目撃されている。同日正午ごろ、エミリー山脈の監視台にいたハワードガードナーが煙が上がっていることを報告し、4人のアメリカ林野部の作業員によって、 この火災が日本の爆弾によって引き起こされたものであることが判明した。その後、爆弾の先端部分を含む約 25kg の断片がアメリカ軍に引き渡された。爆撃実施後、E25 は警戒中のアメリカ陸軍航空軍の航空機によって攻撃を受ける。オレゴン州ポートオフロードの海底に潜っていた潜水艦の支援を受けてのものだった。 アメリカ軍の攻撃によりいくらかのダメージを受けたにも、かかわらず、3週間後の9月29日、藤田は2回目の爆撃を行うため出撃する。ケープブランコ灯台を目印にし、東への90分後のフライトの間に、藤田は爆弾を投下支援を見たと報告したが、爆撃は、アメリカ側には認知されることなく終わった。E25 は、SS カムデンと SS ラリードヘーを撃沈し、 帰還した。日本へ帰る途中、アラスカ州、ダッチハーバーとカリフォルニア州サンフランシスコの間を通行中だったソビエト連邦の潜水艦 L-16 をアメリカの潜水艦と間違えて撃沈した。1942年9月のオレゴン州に対する2度に渡る攻撃はアメリカ合衆国本土に対する史上唯一の航空機による爆撃である。藤田はそのも偵察を 主な任務として、日本海軍のパイロットを続け、海軍特務上位に昇進した。1943年9月1日より、鹿島海軍航空隊に着任、航空隊付教官となった。藤田は1945年2月16日に、速度性能と武装で、決定的に不利であった霊式観測機で、グラマン海6階を迎撃し、格闘性能を活かして一機を、 未確認撃墜するという戦果を挙げた。終戦直前に特別攻撃隊に志願し、第二講和海軍航空隊へ移動、教え子だけではなく、藤田自身が特攻隊として突入することを想定して自身も訓練を行った。訓練は強風を使用しており、胴体が太く前方視界が悪いせいか、飛行経験が浅い搭乗員たちには離着水が難しく、 技量の向上は思うように進まなかったが、当時、第二講和空にいたさつき明一批創によると、藤田中尉は何でもないように飛び上がり、すぐにスタントを始めたと記している。終戦後、藤田は、特務士官たる、海軍中尉に昇進した。終戦後、藤田は、地元の茨城県土浦市に戻り、工場勤めをしていた。だが、1962年5月20日、 政府首脳より都内の料亭に呼び出され池田隼人首相と大平正義内閣官房長官に面会しその場でアメリカ政府が藤田を探していることを告げられアメリカへ行けと命じられるしかも日米関係への影響を心配した日本政府はこの都米を一切感知しないとさえ告げられた藤田は全般として裁かれるのではないかと考え 実決用に400年間自宅に代々伝わる日本刀を忍ばせ渡米したが、ブルッキングズ氏はかつての敵国の英雄である藤田をフェスティバルの主品として招待したのだった。アメリカで大歓迎を受けた藤田は自らの不明を恥じ、持っていた刀を友情の印としてブルッキングズ氏に送った。アメリカでの歓迎ぶりに感銘を受け、藤田は1985年に ブルッキングスの3人の女子学生を日本に招待した。ブルッキングズハーバー高校の生徒が日本に滞在している際、藤田はロナルド・レーガン大統領の補佐官より気候の親切と寛大さの賛美をとの拳事を受け取った。なお、藤田はブルッキングスの女子学生を招聘するにあたって、衣類は勤務先の作業服のみ、娯楽は、 毎月2から3冊の書籍のみというストイックな生活の末に資金をやりくりしている。その後、藤田は1990年、1992年、1995年にもブルッキングズを訪れた。1992年にはかつて空爆した地域に平和を象徴して植林を行った。1995年の訪問時には藤田が送った日本刀は、 ブルッキングズ視聴者から新しい図書館に設けられた藤田コーナーの陳列ケースの中に移動され、藤田自身は84歳という高齢にもかかわらず、市長ら友人3人を乗せせすなきを操縦。かつて自分が飛行したものと同じ空路をたどって見せた。藤田は1997年9月30日に85歳で死去した。死去の数日前に、 ブルッキングズ氏の名誉市民となっており、市長が死去の当日に来日して本人へ渡すつもりであったが、死去により遺族へ授与された。彼の娘である朝倉純子によって1998年10月に、富士田の遺体の一部が埋められた空爆地域には、現在、アメリカ大陸が唯一日本機に空爆された地点と書かれた看板が立てられている。 藤田のアメリカ本土攻撃は戦後長い間広く知られることはなかったが、1995年12月29日放送の、たけし、三魔世紀末特別番組、世界超5 0五千人伝説にて取り上げられ、存命中の藤田も VTR に出演した。2012年5月に、朝倉淳子とその息子の藤田文博らが、ブルッキングスを訪問し、現地の図書館や、 空爆地域を訪れるなど、現在も交流が続いている。ありがとうございます。